ルトを使うまでもないか。なんだこれ、宇宙が見える。宇宙が見える。なにこれ。はい、こんにちは、グリードです。今回は新作の TPS 兼 FPS シューターであるストリノバをプレイしていこうと思います。基本プレイは無料で、リリース日は11月22日でした。対応機種は現在は PC のみで、来年にはコンソール、そしてモバイル版も予定されています。ちょっと前からいろんなストリーマーさんがプレイされているので、まあ結構知っているっていう人は多いかなと思います。まあすでにプレイされている人もいるかな。このゲームはいわゆる、各キャラクターにスキルがあるヒーローシューターっていう部類になりますかね。キャラクターはね、どれも非常に可愛くて、声優さんも豪華で、まあ、日本の市場をかなり意識したゲームかなと思います。基本射撃は TPS ですが、FPS モードもねこちらあります。まあ、切り替えて戦っていくって感じになりますね。で、最大の特徴はこれですね。原価と呼ばれる、3D と 2D の切り替え、紙になってるわけですね。紙になっているので、単純にこう当たり判定が狭くなっている。そして紙なので足音もしないっていう仕様ですね。これが非常にまあユニークな部分かなと思います。で、この状態で壁にこう貼り付くことができますね。おう、お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 。まあ今のでこのゲームの評価は一旦90点ってところかな。二段ジャンプも可能です。そして空中で紙になることによって少し滑空ができます。紙なので浮くことができるってことですね。待って、まあそうですね、シュールですよ。でも昔日本にもこういう紙になるシューティングゲームって確かあったよね。それをおそらくリスペクトしているんでしょう。キャラクターデザインは非常にね、まあ日本を意識してるので、え、ナイス。まあ5点、加点で95点ってところですかね、今のところ。これキャラクターを前にして揺れを確認できないのか。なんか動くとね、正面向いちゃうんですよね。この状態でジャンプすると、あ、前向いちゃうのか。 A few minutes later。 ダメだな。皆さんのためにこうキャラクターがね、こう前を向いた状態でジャンプとかね、アクションをさせたかったんですけど、ちょっと無理っぽいですね。ジャンプす、うん、もう正面向いた状態でジャンプするとね、なんか前向いちゃうんだよね、こうやって。うん、ちょっと3点マイナスかな。これがメインメニューになりますね。なんかどこかで。ランクモードにカスタムもあります。カジュアルモード、選べるのはチームアリーナ、デモリッション、エスコート、チームデスマッチと。さあ、それではチームデスマッチでちょっとゲームに慣れていきましょうか。まあ、基本的に TPS なので、まあこういう風にさ、 TPS 視点でクリアリングして打つときは TPS 視点の方が強いとは思うんですよね。こうやってクリアリングして、結構この TPS 視点でも割と距離届くな。落ちました。で、これリロードするときに喧嘩して紙になってリロードする。それをやることによって敵が全然弾を当てられないはずなんですが、どうでしょうか。チームシールド強化がアクティブになる。オッケー、奥いる。いいよ。あれ、このマップ初めてプレイするんですけど、すごく面白いですね。なんか e スポーツとかでもすごく相性がいい気がしますね。あ、スキルが使える。回復かな、削って。オッケー、しました。当たる当たる当たる、いいね。やって、味方に回復すると自分も回復できるっていうキャラクターっぽいね。OK、ダブルキル。もう一人やって、さらにもう一枚。いや、弾はねめちゃくちゃブレるから、タップ打ち、いやでもタップ打ちはタップ打ちでちょっと火力不足を感じるんですよね。まあフルオートでリコイル制御した方が一番いいでしょう。あとヘッドショット狙った方がいいですね。結構やっぱ溶け方がだいぶ変わってくる。このチームデスマッチモードは、なんか3対3対3対3みたいな、トリオモードで戦うっぽいんだけど、なかなかここは斬新で面白いかもしれない。なかなか他のゲームでね、体験できないことがあった方がいいですからね。なんか湧かなかったかな。え、湧いてる。いや、上か。うまい。ちょ、リスポーンはだいぶカオスだな。チームがね、全部違うからね。はい、もう一枚。この距離は全然 TPS 視点で OK ですね。敵を振りに行ってダブルキル。よし、OK、このゲーム才能あるかもしれない。いや、たかった。あ、 MVP ですね、ありがとうございます。
レベル5レベルにしまして、このゲームのメインルールであるデモリッションやっと選べます。いきましょうか。基礎ダメージ増加、はいはい、これは武器のどこをレベル上げるかっていうところですよね。これは一旦火力上げときますか。爆弾キャリアを護衛し、ターゲット爆弾 A と B、 いわゆる爆破ルールですねこれは完全に爆破ルールです。はい、じゃあ味方一旦 A に行くみたいですね。これ上に行くにはもしかしてこっから紙になって上に行けってことかな。やべ、これどこまででも行っちゃうんだけど、どこまででも行っちゃう。やべ、死んだかも。ダブルキルで紙になってリロード。あ、無理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 やられるとダウン状態になって、そうだね、格殺しないといけないんだ。だから僕多分キルしたら意味なかったかもしれないな、これ。そしたらおすすめ、ライトアーマー、自動回復ライトアーマー、裏取り1枚、ウルト使っちゃうか。ウルトは体力が硬くなるはず。1枚やって、もう1枚、なんか透明になってるなあいつ。え、ずるないこれ、ずるない。ちょっとわけわからん、ちょわけわからん、何ね、もうなんか勝ちました、よくわかんないけど。原価中のダメージ軽減強いですね。これだから紙になってる時ダメージが軽減されるってことだね。まあこういう風にラウンドごとにどんどんスキルを購入していくってことですね。なんか知ってるな。あ、これスモークかな。範囲広いな。誰のスキルだろう。とりあえずグレー投げとこうか、そこに。よくわかんないから。やった、グレーで1キルしました。あ、勝ちました。低重力エリアってことですか。あー、終わったー。あ、帰れる。待って、ここにフラグ置いて、来るか、こっち。回復グレネード。来た。オッケー。なんだん？センター取ったのはこれでバレたでしょう。思い切って裏行ってみましょうか。オッケー。あ、もう一人裏来たか。ナイス。ディフェンスサイドではやっぱキャラクター、使えるキャラクターが違うっぽいな。このキャラクタータレットを仕掛けられるっぽいんで、こういう風にタレット仕掛けて、これ壁の上とかに隠れてればいいんじゃない。これ、あ、ハロー、こんにちは。ここに隠れてさ、敵が来たところをなんか見つかった、逃げろって出たけど、キャリアダウン。持ち上げ、持ち上げ、ディフェンス側の勝利。ドローン展開、どうなる。お、1キル取ってる。一瞬で壊された。はい、爆弾が A サイトに落とされた。かなり削れてる、大丈夫。トリプルキル、オールダウン。よしなあ、ナイス。猫さん砲、あ、猫さん砲って言ってんのね、あれ。猫さん砲、ダメージと射程が 50% 増える。でっけえクマいいんだけど、何これ。誰なんですか。このタレットのダメージと範囲が上がりましたと。めっちゃ突破されてるやん、センター。え、来るのこれ。さすがに無理でしょ、それは。これでアーマーがなくなってしまったが、自動回復アーマーだから多分大丈夫なはず。で、回復グレネードで回復できるかな、これ。何ラウンド選手なんだろう。6ラウンドかな。足音消していこうか。一番やって。いやー、ダメか。あー、残念。現在14キルでキル数はトップですが、こっちには来ないでしょう。ナイス。爆殺入れて、人数より取って、ウルトを使うまでもないか。なんだこれ、宇宙が見える宇宙が見える、何これ。ラストは、あ、分かった、勝利か。まだあるな。え、目標ラウンド7だから7ラウンド選手か。結構長いっすね、カジュアルだけど。こっち来て、あ、オッケー、タレット反応してる、タレット反応してる。オッケー、あれやれなかったんだけど、トエムですか。ドローンさん、1枚やったか。2枚やって、宇宙が見える。どうなってる。
爆弾が A サイトに落とされました。なんかキルは取れてますね。動かんないけど。ここ下やってもらえるでしょ。ナイス。勝ったかな。ビクトリー。MVP ゲット。このゲームの感想をそうですね、最後に述べますと、まあ言ってしまえば、このゲームは可愛いキャラクターたち、美少女、そういうのが好きな人にはすごくおすすめできます。で、ゲームプレイに関しては、まあ基本的な爆破ルールとかチームデスマッチなんですけど、まあその、紙になるっていうモードがあるから、少しは差別化。他のゲームと差別化はできてるとは思います。でも、やっぱりね、可愛いキャラクターが評価の大部分を占めてるので、やっぱそれが好きな人はすごくおすすめできます。最後になりますが、このゲームのお知らせがあります。原価カップ賞金争奪作戦、総額500万円のチャンス。これはですね、動画クリエイターまたはストリーマーさんがこのゲームをね、YouTube や Twitch で、配信して、視聴者さんのゲームダウンロード数に応じて現金報酬を獲得できるというイベントですね。はい、これは僕の話ですね。すいません、皆さんへの話じゃなくて、まあみんながダウンロードしてくれたら、賞金が僕がもらえるかもしれないっていうイベントです。みんな頼む。賞金が欲しいんだ。ダウンロードしてくれなんてことは言いませんけど、まあ気になった方はぜひね、この僕の動画概要欄からダウンロードしてみてください。はい。本当に気になったらでいいのでね、ぜひお願いします。はい。それでは、お疲れ様でした。No! What are you waiting for? Do it! Do it! Yes, you can!